アメンホテップ3世は古代エジプト第十八王朝の第九代ファラオ。即位名はネブマートラー。真実の主はラーナリのイ。聖祭は T。子はアメンホテップ4世など。トトメス3世、トトメス4世の時代を経て絶頂に達した王国を継承した。在位期間も長く40年近くに及んだ。アメン神を崇敬すること厚く、テーベに。 カルナックのアメン神殿と直結する分神殿として、ルクソール神殿を建設している。このほか、同地に、広大な自身の総裁殿も建設している。総裁殿は後に、広大の王たちによって破壊されたが、メムノンの巨像と呼ばれる彼の座像は破壊されずに残り、現在でも型をとどめている。T 第一王妃。神官、イウヤと、中ヤの娘、愛の妹。 ネフェルティティ大見は考えと、妻、テイの娘。後、アクエンアテン王妃。古代エジプト三大美女の一人と言われる。タドゥキパミタンニオトシュラッタの王女。後、アクエンアテンと再婚。キアあるいは、ネフェルティティと同一人物とする、説あり。ギルヒパミタンニオシュッタルナセ世の王女。スイートアムンジツの娘。イシトジツの娘。トトメス長男。プタハ大祭司。 母は t。アメンホテプ四世別名アクエンアテン。母は t。スメンクカーラー母は不明。アクエンアテンの息子とする説もあり。ネフェルネフェルアテンの次のファラオ。スイートアムン長女。母は t。父アメンホテプ三世の人なる。イシトジジョ。母は t。父アメンホテプ三世の人なる。ヘヌトタネブ三女。母は t。ネベトイアハ4女。 母は T、ベッケとアテン語ョ、母は T、ありがとうございます。